お疲れ様です。まあ考えるってね、頭ってもっともっと使えるようになると思うんですよね。それで思考のレベルを例えば10段階にした時、3段階ぐらいの人が考えると3段階の頭で考えた発想になるんで、4とか5とかに、まあ、進んでいくんですよね。でも1段階で、考え方が終わっちゃう人ってその視点でしか考えないし、もっと言ったら頭を使うことによって賢い頭脳で別の視点から考えるっていうところまでいかないんで、ずっと同じようにね考え方止まっちゃうんですよね。で下手したらね、いやーなんか中学校の時の先生の影響が今でもなんかトラウマになってるんですよとか言ってね、まあ、これはねなんかすごく、まあ、残念だなと思いますよね。なんか10年20年経っても相変わらずその生まれ持ったなんか家族のせいとかね、学校の指導が悪かったとかね、果たしてそうなんだろうかとかね、結局何もしないこととかできないことの理由付けをそこに求めてるだけであって、過去と現在にはね一切関係がないっていう風なね、なんかその誰でしたっけ、ロバート・マードックじゃない、なんかそういう人いましたよね、ジェームス・キッシンジャーじゃなくて、なんか全然忘れましたね、うん、まあなんかそういうのはね、なんかそのいわゆる人間のその時間軸ってのは過去が積み重なって今日になってるんじゃなくて、決定した未来からね現在に流れていくっていう考え方もあったみたいで、まあこれはあのねニューヒルズクラブでの思考実験ですけどね、だから10年後にこうするって決めたらそこに向かっていく、だけども自分の過去がこういったものがあるから、それが積み重なって自分の今を形作ってると思ったらもう限界がすぐに来るってことなんじゃないですかね。まあどっちかというとね、まあ今までの人生とは違った人生を作り上げようというふうに考えた方がいいのかなという気はしますけども、ずっとね麻雀ってやってたから、とても IT 無理だよとか言ってたらね、ここまで来てないなと思いますしね、吉田さんにしてもそのずっとブラックロードしていた会社にいるから独立したらとてもやっていけないみたいなね、自分は組織の中でしか使えないというふうに考えてたら多分ついなかったでしょうし、なんかその一人きりになることによって使えるものって結構出てくるんですよね。だから逆に言うと組織の中にいると一人っていうポジションが使えなくなっちゃうんで、そのあたりじゃないですかね。まあ、なんか最近ね、その、2人目なんですけども、生活保護を10年以上受けてた方がなんか稼ぎ始めたんですよ。ちょっとした私のアドバイスだったんですけどもね。でそれまで生活保護受給者という思考の延長線上でやってきたから生活は変わらなかったのと、その生活保護を受給している人の周りの、ね、人間関係や教育環境っていうのもほとんど変わらないんですよね。それはある意味生活保護だからっていうふうなレッテルとか先入観でその人に接したからなんじゃないかなと思うんですよ。で私はどっちかっていうと生活保護なのにこういうふうな人になるよみたいなね、なんかどっちかっていうと意外な人になっていけるんじゃないかなとか、過去には生活保護だったけども、だけども今はこうだよとかね、昔は借金だらけだったけども今はもう大富豪だよみたいな、いかにも人間って変われると思いますんで、ただ変われないと思ったらそのまま変われないし、変われると思ったら変われるしみたいな、またとんじみたいになっちゃいますけども、まとめると思考は現実化するってことじゃないですか。思考は現実化しないと思ったらその思考が現実化するということでね、いってらっしゃい。